ちゃこんにちは。はい、この時期が来ましたね。そうですね、豊さん、はい、もう家で今年初撮りということで、うん、そうです、ね、その初撮りがなんと、うん、大谷翔平選手、はい、うん、ね、ドジャースデビュー戦でいきなりホームランということでね、ねえ、もう今日の、ね、家撮りデビュー戦がホームランの、ね、デビュー戦の話ってすごいね。まあすごいっていうか、まあ大谷選手がすごいんだろうけどさ、まあなんかね、朝5時からね、うん、放送が BS でありましたけども、ね、なんか日本でもこう異例中の異例でね、まあ異例だよ、オープン戦放送するなんていうのは。しかも前々からというよりも大谷選手が出るということで決まったような感じですかね。まあそうだね、まあ、それと、うん、まあ半年ぶりのね、まあ、実戦ということで、うん、まあ、手術後、まあ、どうなるのか、まあ、オフずっとこうリハビリをしながらね、まあ、オープン戦の時期を待ったと思うんだけども、うん、まあ、いきなりホームランっていうのはやっぱさすがだよね。やはりあれですよね、うん、ご本人も一応手術もしたりとか、うん、まあ、それはあの投球に関しての手術かもしれないですけど、うん、はい、一応こうね、あの選手としてこう練習しない時期とかもあったりした中で、デビュー戦っていうのはやっぱ気持ちも違ったもんでしょうかね。うん、まあ大谷選手ぐらいになると、うん、まあ、デビュー戦というよりもその前 あの練習の時からねライブ BB からライブ BB、うんうん、その打席に立ってたりだとか、はい、そのスイングを見てると、うん、まあ、そんなに心配することはなくて、まあ、順調に回復してるなということが伺い知れたんで、うん、だからまあ今日のオープン戦第一戦に出場ということになったと思うんだけどもね、うん、だからまあ全て順調にいってるというようなことだと思うんだよね。で、重いこうなんていうの、まあ、この7キロあるボールを上に上げたりだとか、まあ、肩メロンですよね。そうで、あれ結構肘に負担かかるからさ、でもそれを平気で、まあ、やってるっていうことは、まあ、全て順調だと思うんだよね。なるほど、うん、それで今日の試合どうでした？最初見てて打席の様子まあ楽しそうだったよね。うん、やっと試合ができるみたい な、まあ、そんな表情にも見れたし、まあ、相手のキャッチャーとの商談っていうのもね、うん、まあ、してたし、うん、だからまあこの日がやっと始まるねみたいな、うん、あ、まあそんな感じでは受けたんだよね。うん、ただまあ1打席目っていうのは多少力みがあって、うん、まあ見逃しの三振に終わったんだけども、そうでしたね、まあ、なんかストライクゾーンをしっかり確認するというか、うんうんうん、自分がどういう風な形で触れてるかっていうのを確認するというね、うんうん、まあそういったことで、まあ、1打席目は三振に終わったかなという感じがするよね。うーん、で2打席目は、はい、ダブルプレーセカンドゴロゲッツーになるんだけども、うんうんうん、まあこれもなんかちょっとタイミングが合わずっていうかね、うんうん、ただまあ試合が始まっての2打席目だからさ、うんうん、まあそんなもんなのかなっていうふうに思ったし、うん、まあでも打席で触れるからいいよなっていうようなね、打席でもフルスイングもできてたから、はい、だからまあ別に心配はないなって、うん、まあ結果よりも出場したことが、うん、まあ素晴らしいことなんだなっていうふうに感じてたんだよね。なるほど。でも3打席目、うん、なんとホームランという、ね、まあフルカウントになってね、うん、まあインサイドの球を反対方向に持っていくんだけど、うん、これはやっぱ大谷選手は、うん、計算して反対方向に打ちに行ったね。なるほど。こう見てるとやっぱ打者っていうのはフルカウントになるとやっぱまっすぐも変化球もっていうことを頭に入れなきゃいけない、うん、そうなってくると若干こうポイントを引きつけるんだよね、はい、それとやっぱ大谷選手ってのは風も計算してたと思うよ。アリゾナの。なるほど。でアリゾナの風って、まあ、あそこのスタジアムって大体ライトからレフトに吹くんだよね。うん、だから風に乗せようっていうようなある程度計算もあったと思うんだよね。うん、だからこう右肘を抜きながら、まあ、縦振りで向こうに持ってったという、うん、いやーなんか頭も技術ももう3打席目から全開に使えるのかっていうような、これがとっさにできたんだったらもう天才だし、まあ天才の部類だけども、まあこれで計算でできたらまたすごい、まあすごいバッターはすごいバッターなんだけどうわー今年今シーズン楽しみだなっていうようなね、まあそういうことが分かったようなホームランだよね。今まで二刀流でやってきていて、はい、今シーズンは打者に専念っていうこともあると思うんですけど、うん、はい、また今日のこの、ね、デビュー戦の3打席を見て、
今シーズンは昨シーズンなんかよりももっとすごい成績を、まあそうだね、ホームランランキングという、うん、まあ、予想がされててね、うん、でアーロン・ジャッジと大谷翔平、うん、アーロン・ジャッジが1位と、うん、大谷翔平が2位というようなランク付けにされてるんだけどもさ、でもなんて言うんだろう、確かにアーロン・ジャッジっていうのはものすごいパワー、大谷より大谷選手よりパワーがあるんじゃないかって思わせるけども、技術とやっぱ頭を使って打つって言ったらやっぱ大谷翔平選手の方が上だと思うから、ういや今年ももう十分ホームラン王をね取ることもできるし、まあ言えばホームラン王を取りながら三冠王を狙えるかもわからないよね。なるほど、これはあのかえってチャンス、打者に成功する、打者として打者としての記録を残すチャンスかもわからないよね。なるほどなるほど、うん、それはやっぱこう二刀流って2つの練習をこなしていかなきゃいけない、うんうんうん、その時間をバッティングだけに費やせる、うんうんうん、まだボールは投げれないし、まだ無理して投げないだろうし、だからそっちのリハビリっていうのは多少遅れても打者に専念するとどれだけの数字が残ってくるのかなというね、うん、ことも期待できるし、多分盗塁王も本当に盗塁する気であれば取りに行けると思うんだよね。ねえ、だからトリプルスリーというか、それはなんかホームランは40本以上打つだろうけど、なんかクリアしそうな感じなんだよね。うん、だから非常に楽しみ、ね、まあドジャースファンがいきなりのホームランを見て、いや大谷選手はバーゲンだっていう風に言ったんでしょ、うん、まだまだ安かったというね、まあそのぐらいやっぱ魅了してやまないというか、うん、まあそんなホームランだったけどもね、はい、うん、ね、まあこれはもう大注目だった日本はもちろん、うん、アメリカのファンも当然ということでね。まあそうだね。すごいですよね。いきなりだからね、うん。それとやっぱりいきなりああいう技術の高いホームランを見せられると、うん、あれがね、パーンとホームラン引っ張って打つんだったら、うん、あそうかって思うんだけど、あそこの球をフルカウントからいろんなボールにアジャストしながら持ってったっていうのが、うん、これがやっぱり技術が高いのと、やっぱ風を計算にしたクレーバーさと詰まったホームランだから、これはやっぱこう普通野球を見てる人だったら痺れるホームランだよね。いやだってこう打った瞬間の大谷選手を見ていても、はい、わこれはいったっていう風にあまり見えなかった人も多いと思うんですよね。まあ、そうちょっと詰まり気味かなっていうような感じがね、見えたし、そう、その打球がホームランということは、うん、もう本当に誰が見てもホームランだなっていうような打席だったら、うん、どんな球を打ってたんだろうっていうね。まあまあその感動というよりも、やっぱすごさだけだと思うけども、なんかこういろいろあのホームランには詰まったホームランが感じられるから、うん、だからやっぱすごいなっていうふうに思うよね、うん、まああそこまで肩のに筋肉がパンパンになっててさ、顔よりでかいんじゃないかっていう筋肉つけてて、いや本当にまあやっぱパワーもつけてるけどもだからパワーがあるように見えないのがまたいいんだろうね。いや本当ですよ、だってあの瞬間のね、うん、肩メロンって言われた瞬間の写真って、まあうん、わーって思うんですけど、普段の、 大谷選手の姿はそこまで、いやもうスマートに、スマートだからねだからユニフォーム着てもスマートな感じはするけど、うん、ただまあ今年ねアリゾナ行って、うんうんうん、まあドジャースのキャンプにお邪魔したんだけど、その中でロッカーね入らせてもらって、もうすぐここに大谷選手が着替えたけど、うんうん、やっぱね状態のこのデカさ、あの体上半身のね、うんうんうん、まあ生で見たけど裸を、これはやっぱすごいね、特権ですね豊さんね、うん、そんなの見れて、やっぱ努力が詰まってるっていうような筋肉だよね。もうなんか今たまにねその比較ということで、うん、メジャーに行ったばかりの大谷選手の写真と隣り合わせで出ることってあると思うんですけど、うん、はいはい、もうなんか本当別人、体だけ見るとね、まあ、別人だよね、本当に、うん、だからまあコツ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  ね、 アメリカでね積み上げてきたね、うん、まあ鎧がより強固にパワーを秘めたというね、まあそんな表現でいいのかなという感じがするけどもね、そのパワーを持って、はい、あの俊敏さっていうのがすごいですよね。いやすごい、ね、やっぱ足も速いもんね、うん、だからまあそういうバネも使いながら、まあパワーも使い、うん、まあ
あの全身でやっぱこうホームランを打ちに行ってるっていうね、うんうんうん、まあ、それが結果的に、ホームランを取らし、うん、まあ、今年はそれを一本にしてね、まあ、挑戦をするという、まあそういうことがなんかこう楽しみでしょうがない ね、もうね、あのアメリカに行ってね、いろんなことをね、はい、やっぱ現地に行くと感じたじゃないですか、はい、こうね、やっぱアメリカのファンっていうのも、はい、もう日本人に負けずすごく大谷選手が好きで盛り上がっててっていうのを感じたんですけど、うん、まあまあね、やっぱ今回もね、やっぱあのアメリカの X で、うん、トレンドランキングのトップ10に大谷っていうその英語表記のね、うんうん、が入って急浮上ということでね、はい、その時でもまあもう早速ドジャースのレジェンドになったとかね。いやだから本当にあのね、雰囲気的にアメリカ行って、まあ、あのドジャース顔出したでしょ、うん、え、大谷はもう前からいたよね、そうそうそう、みたいな、そんな感覚があるんだよね。そう、なんかもうみんなドジャースの、うん、もう早速大谷選手にユニフォーム着てね、たくさん駆けつけてらっしゃったじゃないですか。で本当にもう1000人に1人のスターだとか、まあそうだね、もうね、わけがわからないとかね、これぞショータイムっていう風にね、うん、もう本当に話題。まあそうだね、うん、でまたね、あの日本人の選手がね、はい、山本投手もそうですし、また今度試合でパドレスとの試合があるかも、ダルビッシュ選手とという風な感じでね、地元でも日本人選手の対決を楽しみにされてるっていうのは、ね、ね、すごく誇らしいことですよね、まあ、レベルが高いからね、うん、だからこのままいったら韓国で開幕戦を ね、あのやるけども、うん、まあ、ドジャースは2戦目に山本由伸、うん、パドレスはダルビッシュが投げるんじゃないかって言われてるんだよね、うん、これは贅沢な話だよ ね、だからまあ楽しみにしたいけども、うん、ね、まあ、明日は由伸が、うん、山本由伸が投げるみたいだからね、うん、オープン戦初登場、うんうんうん、だからまあそれも楽しみにしたいと思います。はい、ということで、ね、デビュー戦ホームラン、はい、朝から目が覚めました。はい。